フランソワ・ドブルボンは、フランスの貴族、軍人。第二大フ法ール公アンリ・四世の処刑の孫で、バンドウムコウ・セザールと、妻、フランソワーズの次男として生まれた。バンドウムコウ・ルイ二世は、兄、ルイ十四世はいとこである。幼少の頃から軍隊に身を投じ、1628年のサボイア遠征にはわずか12歳で参加した。父同様に、 半義主流派に属し、イングランドへの亡命を余儀なくされた時期がある。フロンドの乱で活躍し、後には地中海での戦争でも活躍した。1665年3月には、チュニジア付近で小規模な艦隊を率い、アルジェリアの艦隊を打ち破っている。1669年、当時ベネツィア共和国領であった、クレタ島のカンディアを防衛するため、フランス艦隊を率いて、 オスマン帝国と戦ったが、6月25日、夜の戦闘中に打ち死にしたと考えられている。フランソワの死体は取り返されることはなかった。死後、爵位は、老い、ルイ・ジョゼフ・ド・ブルボーンが継承した。デュマの小説、20年後に登場する。作中では、ボーホール港が、バンセンヌ監獄を脱出する様をユーモラスに描き、 また有名なボーフォール公の特徴であった言い間違いの癖をマラプロピズムとして描写している。ダルタニャン物語の終盤にも再登場している。また、ボーフォール公は鉄仮面の男であるという疑いが持たれている。2005年に演じられたミュージカルルイル・ソレイユなどにも登場している。ありがとうございます。